ハッピーウーマンとして日本のアンバサダーに輝いていらっしゃいます中村杏さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中村杏です。はい、中村さん、はい、ハッピーウーマンに選出されました。今のお気持ちはいかがでしょうか。はい、はい、とてもあの素晴らしいショパールさんからお声がけいただきまして、あの日本の代表するその一人として選んでいただけたこと、すごく光栄に思っております。はい、ありがとうございます。あの私が今こうやってアンさん拝見して、はい、やっぱりあ世界の7名に選ばれただけあるな、笑顔がとっても素敵だなって、こうあのアンさんの笑顔を見るだけでちょっとこう幸せのお裾分けをいただいているようでございます。はい、ぜひぜひ、はいはい、笑顔をやっぱりあのすごく大切にしてきたので、すごくあの選んでいただけて本当に嬉しかったですし、なんかあの嬉しいですなんかさらに輝きを増したような、そのような感じがするのは、ね、ダイヤモンドのおかげです、はい、いえいえ今日もお綺麗でいらっしゃいます。そして、今日もですね、真っ白いワンピースで本当にスタイリッシュなアンさんなんですけれども、本日のお衣装はこのハッピーダイヤモンドコレクションと大変マッチされていらっしゃいます、はい、ジュエリーをお選びいただいたと思うんですけれども、アンさんからちょっとスタイリングのこだわりのポイントなどを教えてください。そうですね、やっぱりあのショパールさんが掲げていますハッピーというところをすごくあの意識して、やっぱ白はすごくなんていうんですかね、ハッとするので、私自身もあとすごくあのいい緊張感があるので、このハッピースポーツの時計と私のすごいお気に入りのこのショパールのこのお花のジュエリーとすごく合うと思って決めました。はい、ハッピーフラワーがハッピーフラワー、はいはい、ハッピーハートフラワーって言うんですけれども、そうなんですよ、なんかすごく甘いのかなと思いきや、すごくこう私ぐらいのなんですかね、そのあのすごく30代40代すべての女性に、はい、すごくフィットするなと思います。ではですね、今日ちょっとあの皆さんがご覧いただいているとやはりあの前だけでもお美しいんですけれども、実はですね、こちらお召しいただいているドレスに大きな特徴がありまして、はい、ちょっとアンさん私からのリクエストなんですけど、そんな振りはやめてくださいよ、ね、くるりと一回していただいていいですか。すいません、はい、しゃシャッと一瞬でしたけれども結構ね大胆な感じなんですよ、はい、実は、はい、ねえ、はい、でもショパールさんのために、はい、ありがとうございます、頑張って、はい、整えてまいりました。お背中が美人でございました